日南海岸国定公園は宮崎県南部から鹿児島県渋志湾西岸の肝付川、川口までの海岸線を包括した国定公園。1955年6月1日指定。著名な景勝地に、鎮太を、掘り切り峠、宇戸神宮、富見咲、美老島、横瀬海岸などがある。海岸線とともに海中の美しさでも知られ。 日内海岸海中公園は国内で初めて設置された海中公園の一つである。なお、宮崎県北部、門川町沖の美老島は日報海岸国定公園内。前述の通り、チンタオには美老などの亜熱帯性植物が繁茂する。また、トイミ周辺にはソテツが自生、渋士湾には黒松の松原が見られる。動物では、 ト井岬のミサキ及び高等の猿が著名。また、日南海岸は透明度が非常に高く、黒潮の影響で温暖なためテーブル産後が繁殖する。日南海岸の用語が初めて用いられたのは1950年のことで毎日新聞主催、新日本観光地100選へのハガキ投票が行われた際に宮崎県の観光関係者が日南海岸を 統一的に用い投票したことによる。日南は日向国の南を意味するが、同じく1950年に発足した日南市の他には一部で散発的に使用されるのみであった。ありがとうございます。